リッチー・バイラークはアメリカのジャズピアニスト、作曲家。バイラークはニューヨークで生まれた。当初はクラシック音楽とジャズの両方を学んでいた。まだ高校に通っている間、ピアニストのレニート・リスターノからレッスンを受けた。バイラークは後にバークリー音楽大学に入学。一年後、バークリーを離れ、マンハッタン音楽学校に通い始めた。そこにいる間、彼は ルドミラ・ユールラに支持した。1972年、音楽理論と作曲の修士号を取得し、マンハッタン音楽学校を卒業した。1972年にバイラークは、スタン・ゲッツと共に演奏し始めた。また、ジェット・ベイカーとも演奏した。バイラークは、1960年代後半から、現在まで、ルックアート・ファームやトクエストといったグループで、 デイブ・リーブマンとの継続的な音楽パートナーシップを維持してきた。さらに、リーブマンとバイラークは、頻繁に、オとして演奏し、録音している。バイラークの作曲した作品のいくつかは、ジャズのスタンダードなレパートリーとして取り入れられている。バイラークのスタイルは、アート・テータム、ビル・エヴァンス、マッコイ・タイナー、チック・コリア、および彼の初期のクラシックトレーニングの影響を受けている。 それはまた、最高クラスに数多いタッチによって、個性的なものとなっている。ジョージ・アダムス・ジョン・アバークロン・ビー・ジョン・スコフィールド、ジェット・ベイカー・デーブ・リーブマン・ジェレミー・スタイグ・スティーブ、デイビス・ロン・マクルー・アトリオ。ありがとうございます。